いきます。未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ、略して音夢。この番組はやりたいことにひたむきに頑張っているいい感じの大人の方を応援するインタビュー番組となっております。お相手はラジオパーソナリティのなおさんです。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオからではなくですね、サザンオールスターズの生まれた、茅ヶ崎市ですね、神奈川県の茅ヶ崎市からお届けしております。15時までの生放送となっております。よろしくお付き合いくださいませ。こちらの番組ですね、今日はですね、4月の22日にね、放送になるんですけれども、ですね、今日は収録ということで、ツイキャスの方はちょっとお休みになります。この4月の22日、実はですね、今このちょうど放送が流れている時はですね、沖縄の方でですね、お金の勉強会のセミナーをちょうどやっている最中ということで、ちょっとね、収録に変えさせていただいております。よろしくお願いいたします。はい。まあ、簡単に私の自己紹介なんですけれども、現在私はですね、ラジオパーソナリティは、過去に7年間、九州大分県の方でやっておりました。そして今はですね、ご縁がありまして、この、沖縄の方でやらせていただいております。で、その他にですね、お金周りのセミナー講師や、それからファイナンシャルプランナーとして、あとはですね、お金の、まあ、ブロック外しみたいな、そんなこともあってですね、もうお金全体のね、こと、というのを中心にやっておりますが、まあ、あなたの未来を実りあるものにしたいよっていうことで、お金だけではなくね、夢も、私、この後ろがですね、自分の夢マップになっているんですけれども、この他にもまだやりたいことがたくさんあるというね、そんな私が、まずは、他の方の夢の応援をしたいということで、このラジオ番組もね、始めさせていただいたと。こんな形になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、メッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com。797@fmginowan.com。FM ギノワンのホームページや、そして YouTube でもネット配信をしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。そしてですね、スマホのアプリ、リッスンラジオとか、マイチューンレイディオからも、チューニングできますのでね、ぜひこちらの方もご活用いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではね、早速なんですけれども、今日のゲストをお呼びしておりますよ。ここから、ゲストトーク始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ。ここからはね、大人チャレンジをしているという方をね、ご紹介するコーナーです。今日のコーナー、本日のゲストはですね、ボタニカルデザイン協会の認定講師をしている原田千佳さん、ね、お呼びしております。千佳さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ます。千佳さんとはね、交流会でね、知り合いましたね。なんかいろんなことをお話ししていて、で、まあ、千佳さんがね、いろんなことをされているという、そのアロマの講師とか、それから、あと、この、脳トレみたいな、脳診断。そうですね。脳血行精神。こんなことをしているというところなのでね、その辺のお話をしていただきたいと思います。また簡単に自己紹介お願いしていいですか？私は香りで人を幸せに、まあ、社会を平和にするという、アロマブレインアナリストとして今お仕事しています。神奈川県茅ヶ崎市在住で、家族は夫と、高校1年生になった野球少年がいます。野球少年ですね。1年生になりましたか？なりました。無事に。い、よかった、おめでとうございあまりす。がとうございます。まあね、そのブレインとそれからアロマ、このね、なんかどんなきっかけだったのかなっていうところをちょっとお伺いしたいんですけど。もともと私、公務員でフルタイムで働いてたんですけれども、やっぱり女性って、
まあ、お仕事以外に家事もあるし、育児もあるし、すごい忙しくて、もう時間がなくなっちゃって、余裕がなくなっちゃって、私の時間がない、私の幸せがないっていうことに気づきまして、自分の幸せが何かが分かったので、まあ、お仕事を辞めて、こういうブレインアナリストの道に進んだわけなんです。はい。の幸せは何だったんですか？自分の幸せは何だったんです？そうですね。私はもう人のため、人が喜んでくれることをやるっていうことが、もう本当に自分の幸せ、生きがいだったので、もうそこに邁進していこうと、突き進んでいこうと決めました。はい。あと最初からアロマとその脳診断というその2つにフォーカスされたんですか？最初は、もともとその仕事、公務員を辞めたときに、まあ、体にいいことが好きだったので、薬膳とか、あとはなんかこうお花も、まあ、いろいろご縁があってフラワーアレンジメントとかを学んでいたんですけれども、まあ、そんな時に起業家さんの集まりの、まあ、お茶会がありまして、そこで脳血行性診断をやってる方と会ってやってもらったら、もう今までやってたことが、あ、だからだったんだっていうのが分かったり、うん、すごいことに気づいちゃったんですね。で、そこからもう自分のことが分かったという。はい。なんかあと私も実はね、近くから受けさせていただいたんですけど、なんか本当に、なんだろう、丸裸にされるみたいな感覚というか、私の日々の行動とか、そういうのがなんか丸分かりとか、いくつかのタイプに分かれていて、ね、それそうになよっんて、その方のこう行動とかですかね。そういうのが分かっちゃうね。そうですね、もう行動は思考から始まるので、もう自分の脳が分かれば、もう全部行動が決まってくるという。うん、いやー、すごい面白いですよね。そうですね、やっぱり強みが分かったら強み伸ばしたいじゃないですか、みんな。魅力を開花したいので、まあ、それに一番効果的なのが、やっぱりアロマっていうところで、アロマとつなげてワークショップやってます。なるほど。じゃあ、アロマの方が後？あとですね、もともと好きだったけど、うん、あとです。はい。じゃあ、ご自身の好きなものにくっつけたみたいな、そんな感そうでじ。す、そうです。はい。でも、わかります。アロマの香りって、例えば、オレンジとかだと、ちょっと元気が出たりとか、ね、ラベンダーとかだと、リラックス効果があったりとか、ですよね。合ってます？はい、合ってます。香りはもう本当に0.2秒で、フィルターなしでダイレクトに脳に届いちゃうので、まあ、即効性もあるし、そういった変化が確実に分かるっていうところがすごいです。これを、私がしていただいたのは、脳診断の方でしたけど、アロマと融合させるとどうなるんですか？その脳血行性診断の結果で、まあ、強みとかに必要な香りが分かるので、それを組み合わせて使うことで脳を活性化して、どんどんこう自分をパワーアップできるというか、変化をもたらしていくのに、まあ、即効性というか、うん、サポートしてくれるみたいな、うん、なるほど。わ、そんな効果があるんですね。あるんです。はい。なんか、このお仕事を始められて、今何年目くらいですか？今、かれこれもう4年ぐらいかな。ね。うんうん。結構ありますね。で、そはのい。間にね、いろんな方と、セッションしたりとかっていうことはあったと思うんですけど、はい。良かったこととか、大変だったこととかってなんかあったら。はい。もうとにかく良かったことは、家族が穏やかになって、子供がもう生き生きするようになったっていうところですね。どんな違いがあったんですか？それまではやっぱり、自分のことを理解してなかったので、まあ、他人も理解できなかった。で、自分が理解できるようになって、他人が理解、まあ、家族もですけど、理解できるようになったので、もう人間関係がまるっと円滑になるし、で、それにまあアロマもプラスされたので、まあ、ちょっと人によってやっぱり波がイライラしたりとか、当然あるので、まあ、そこを香りの力でうまくこうコントロールしていくというか、うん、ストレスフリーになりましたね。例えばなんか、ご主人がお仕事とかでちょっと大変な時期、そういうことがあったときに、じゃあ帰ってきたらこれでリラックスしてもらおうかなみたいなこう香り付けをしたりとうん、そうか。で
はい、もう玄関にその香りを香らしとくとか、お風呂に入れとくとか、適当に使えるので、うん、簡単だし、すごい本当おすすめです。そのノータイプ、この人はこういうタイプだから、こういうことには敏感だからっていう時にちょっとリラックスしてもらおうと思って、そういうアロマを用意したりとか。そうですね、まあ、ここぞという時の勝負アロマみたいのもあるので、うん、それを使ったりとか、あとのけ、脳って、脳のタイプって変わるので、ずっとそれではないので、まあ、成長した段階でまた診断して、今はこの香りが合うとか、そういうのも分かりなんか逆に大変だったみたいなことってあります？ます。大変だったことっていうのは、なんていうんだろう、直感が冴えるっていうか、引き寄せがすごくなってしまったので、本当に自然に、状況がどん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 変化していくので、まあ、それにこう負けないでスピードアップして対応していくのが大変といえば、大変楽しいですけどね。はい。ご自身はじゃあどんな感じで変わられたんです？なんかやってみて。ブレーキとか、なんだろう、ブレーキをかけなくなったというか、もうどんどんやりたいと思ったら進めるようになったというか、うん、そんな感じです。いいですね。なんか夢を追いかけてる人とかね。はい、楽しいです、ワクワクしてばっかりで。いいですね。なんかやっぱまあ、私も夢を追う人間の一人として、見たいとか、これ、すごくいいんじゃないかって思っても、やっぱりなんとなく、いや、でもどうかな、この年だしとか、ね、なんか、いや、この状況だしとか、いろんなこう制限みたいな、自分の中にかけちゃうってこと、あると思うんですけど、そんな時には、じゃあ、すごく、じゃあ、ちょっと脳診断していただいて、脳の傾向診断をしていただいて、じゃ今どういう状況なのかっていうのを見ていただいて、じゃっていう、そこでアドバイスをしたり。すっごいおすすめです、本当に。なんかもう背中を押すみたいなことができますね。いいですね。これって、その時その時で、じゃ状況、その判断、脳のタイプって変わってくるんですか？そうですね、大体私たちアナリストは、まあ、3ヶ月、早くて3ヶ月に1回診断すると変化が分かるし、普通の人でも6ヶ月ごとに診断した方がこう成長度合いが分かるので、本当に面白いです。なるほど。じゃあ結構、そのちかさんも、そうやって、こう、おなじみさんというか、なんていうんですかね、クライアントさん、はい。ちゃんとこう固定の方がいて、何ヶ月かごとに診断させていただいてっていう形でやっそうてでる。すね。希望される方にはリピーターとして診断を、もうその人のペースでいいので、6ヶ月でも1年でも、ちょうど今、変わり時なので、今やりたいとかいう人には、うん、リピーターになってもらってます。実際これって、受講する側だけではなくて、こう、やる側、はい。っていうこともできたりするんですか？そうです。今、本当にブレインアナリストを私も仲間を増やしたいので、そういった認定活動もしています。そのためにはどうすればいいんですかね？まあ、早い人で1日で認定資格は取れるので、私の講座を受講していただくだけで簡単です。そうなんですね。はい。ちょっとなんか今からって結構ね、うん。自立したい女性とか、うん。何か子育て終わって何か始めたいけど何をやったらいいかわからないみたいな方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方たちとりあえず受けていただいたりとかね、そういうこともできますね。そうですね。自分の生活にも使えるし、そういった人をね、幸せにすることができる資格なので、本当におすすめです。素敵ですね。はい。ですね。なんかいいわ、とってもいい。まあ、はい。受講してね、すごい良かったなと思ってたので、これを知って、ちょっとじゃあ、今、実はこのラジオとかもね、なんか、好きなことやってもいいよみたいな、そういうところがあったので、ね、じゃあちょっと始めてみようかな、なんていうふうにね、思ったりもしたので、悩んでどうしよう、この道、こういう選択肢があるけど、どうしたらいいかな、なんて思ってる人には、すごくいいかもしれないですね。はい、ちょうどですね、そのブレインアナリストの無料説明会、ズームで今月も開催するんですよ。いつあるんですか？4月22日月曜日なんですけれども、午前10時から11時の部と、夜20、
20時から21日、21時の部があります。今日が4月20日なので、2日後ですね。そうですね。いですか。はい、ズーム ID とかパスワードをここでお知らせしても大丈夫ですか？い、大丈夫ですよ。はい。ズーム ID が559-554-5069になります。で、パスワード、はい。5069。5069。はい。はい。で、パスワードが、アルファベット大文字で BA。BA。はい。一文字。二文字です。5595545069ですね。これが Zoom ID。そしてパスワードが大文字でアルファベット BA。BA ですね。AB の B。B と A。ブレインのビート。そうですね。ブレインアナリストで BA です。はい。もう一回日にちよろしいですか？はい。4月22日月曜日。午前中10時から11時の部と、20時から21時の部です。20時から21は時。い。はい。ありがとうございます。こちはらい。無料の説明会ですね。無料説明会で参加者特典もございます。はい。参加されて、なおかつ、その認定講座ご購入されると、脳血構成診断5個プレゼントっていうことで。そうなんです。はい。で、私の紹介っていただくと、それプレゼント漏れなく5個診断が。まあ、普通は購入するんですけど、もらえます。と素敵な。はい。じゃあ原田知佳さんから聞いたと。はい。紹介っていうことで、購入時に備考欄に書いていただくと5個プレゼント。はい。もらえます。りました。ありがとうございます。はい。これからね、どんなことをやっていきたいとかってあります？そうですね。私、自分の経験から、してやっぱり子育てしてる母ってすごく時間がなくて大変だなと思ったので、そういった、まあ、お母さんが幸せになって、そうするとまあ子供も家族もまるっと幸せになるので、まあ、そういった方のための母親教室っていうものをやっていきたいなって思ってます。まあ、ブレインアナリストとしても。はい。これ、ズームでも、これもズームとかで。そうですね。ズームでできます。母親教室ね。はい。確かにいいですね。母親教室。いや、私もなんか今ね、お母さんたち、子育てしているお母さんたちに、結構お金の話とかね、そういうのを聞いていただきたいなっていうふうに活動しているので、すごく気持ちわかります。ね。はい、うん、やりたいことをね、どんどん伸び伸びとやっていただけるような、まあ、そんな世の中にね、なっていったらいいですよね。そうですね、やっぱりね、お母さんがワクワク楽しいことしてると、それ子供にも伝わるので、仕事をするって楽しいことなんだな、生きがいなんだなって分かってもらえると思います。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとなんか今ね、夢とか聞いてるんですけど、その今近いところではまあ母親教室とか、なんかそんな風にね、夢があるっておっしゃってましたけど、もうちょっと例えば5年先とか10年先とかにやってみたいこととかってありますか？そうですね、5年先はもう本当に、お子さんももう手が離れてるぐ慣れらい。てるので、もっともっと好きなことをやりたいと思うので、もう本当にそれこそ、そういうアロマサロン、まあ、アロマ教室というか、をどんどん増やしていきたいですね。いいですね。なんはか、すごい大きな起業家さんとかに行っちゃう感じがしまね、言うのはただですからね。す。行った方がいいですよ、いっぱ いいっね。ぱい。ね。いや、素はい。敵ですね。教室をたくさん増やす。なんか、もう本当に、もうちょっとね、簡単にね、皆さん受講して、で、起業していただいたりとか、そんな収入源の一つになったりね。そうです。はい。そんな風になったら本当素敵ですよね。そうですね。本当に世界が平和になると思います。ありがとうございます。いや、もう素敵な、本当にね、ちかさんは、なんでしょうね、こうお話ししてると、この声がね、好きなんですよ、私。本当で
あ、嬉しい。なので、落ち着いた感じの大人の人の声っていう感じで。嬉しいです。ね、だからいろんなところで活躍していただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。なんかね、もうあっという間の時間になってきてしまったんですけれども、今日はね、最後、もう一回告知をね、しっかりとさせていただきたいなと思いますが、4月22日の月曜日に、アロマブレイン、あ、アロマブレインじゃない、ブレインアナリストの、無料の資格を取る、無料の説明会が、ズームであります。時間はですね、4月22日月曜日の、午前は10時から11時までの1時間。そして夜は20時から21時までの1時間。ということで、どちらかにご参加していただければなと思います。ズームの ID はですね、559-554-5069。559-554-5069。全部で10桁ですね。そして、パスワードが、BA、大文字で BA、ブレインの B と、アナリストの A ということでね。はい。こちらが、パスワードになっておりますので、ぜひね、皆様、お問い合わせというか、ご参加いただければなと思います。ちかさんのインスタとかっていうのもあったりするんですかね。ブレインアナリストで検索したら出てきたり。そうですね。ブレインアロマ優香原田知花で出てくると思います。はい。ミニアロマユーカ原田知花で、インスタがつながるということです。で、こちらの方でもね、いろいろとお問い合わせしていただけたらなと思います。さあ、本当にギリギリの時間になってしまいますけれども、最後に知花さんのね、おすすめの一曲、お届けしたいと思うんですけれども、知花さんがおすすめしてくれた曲はですね、今日のおすすめ曲は、スパイエアーの I am a believer。 こちらどんなおすすめの本当に自分の人生ってつまずいたり転んだりすると思うんですけども、自分を信じて好きなことをやり続けられる力がもらえる歌です。これアニメの主題歌ですよね。そうです。IQ の。はい。私もなんか今日初めて聞いたんですけど、すごい素敵な曲だなと思って元気もらえる歌で。ありがとうございます。ではこちらのね、スパイエアの I am a believer、 こちらを聞きながらのお別れとなっていました。今日のゲストはですね、ボタニカルデザイン協会の認定講師、原田知花さんでした。今日はありがとうございましありがとうた。ございました。ではですね、このままですね、番組、このまま終わらせていただきたいと思いますけれども、また、土曜日の14時30分にお会いしたいと思います。大人チャレンジ、人生は夢だらけ。お相手はラジオパーソナリティのなおさんでした。では、ちかさん一緒に、ね、皆さんにバイバイしましょう。はい、バイバイ。ありありががとうとうございました。